にちは、シアです。大阪まっちゃんです。お願いします。お願いします。今回は何ですか？ね、あの黄色のデモカローダウンの方ですね。はい。の、まあ、足回りちょっと見ていってもらおうかなと思います。はい。これってちなみにどれぐらい落としてるんですか？一応ね、5インチ。5インチ。はい。そんなにほんまに落ちてるのかどうかわかんないですけど、はい、一応5インチは落ちてるかなと。5インチ大体どれぐらい落ちるもんですか？ノーマルから5インチなんで12とか13センチぐらい。ああ、結構やっぱ落ちますね。はい。まあ、その落ちて、はい、の足回りがどうなってるかってやつですね。そうですね。でね、このまま普通に走れるので、はい、一応まず下げてんのは一応ちょっと2インチのダウンリーフ、はい、と3インチのブロックで5インチなってます。それで5インチ。はい。はいはいはい。で、あとは。で、もちろんもうそんだけ下げてるんで、Cノッチしてます。ちょっと後ろから。ちょっと見えにくい。ちょっと見にくいですけど、もちろんCノッチもしてます。はい。はい。ただそのだ、そんだけやったらダメなんで、はい、もちろんショックも寝落ちるんで。こんだけ落としてて、特別仕様で。ああ、それで乗り心地を良くさせるためのを作ってます。これ、ネオチューンって純正ショックに何か加工するんでしたっけ？そうですね、純正ショックのを一回穴開けて、うん、油入れ替えとガスは使えて、あ、まあ、もちろん用途によって荷物積むから硬くとか山道よく走るからとかそういう用途によってもいろいろ使い作り分けができるので。あ、そういうことで、はい、それを調合して今回はそれを作ってるってことですね。そうですね。はい。はい。で、これも玄武さんのやつなんですけど、ダウンアシストブラケットですね。ちょっとノーマルやと、かなりもうちょっと大きいんで、すぐ引っかかるんですね、下が。なんで薄いやつにもちろん変えてます。で、車高低い人はこれ変えてる方が絶対いいです。そういうことです。はい。他は後ろは一応あブロックもちょっとねこれ今なんか気になりましたね。 それこれ SX で今ちょっと試作段階なんですけどとりあえずまだ今つけてみてます。あ、テストという感じ。そういうことです。まあ、はい、出るかどうかまだ分からない。ちょっと出るかどうかも分からへんし値段もちょっとまだ分からないですし、はいはい、ひょっとしたら発売できないかもしれないですし。そういうことですね。はい。後ろはこんな感じですか？後ろは一応こんな感じですね。で、と、まあ、真ん中というかフロントのあれですね。一応トーションバー。ああ。こんだけ低いんで、やっぱり前も強化してやらんとダメなんで、トーションバーも玄武さんの一番太いやつで入れてます。これですよね？そうです、これですね。これは真ん中から前にかけて、なんでフロントの硬さ変わります。はいはいはい。とフロントはうちのフロントもスタビ玄武さんのスタビですね入ってて、うんうん、でこれちょっとスタビリンクノーマルなんですけど、なんでこんだけ下げてんのにスタビリンクノーマルやねんと多分思われるかもしれないですけど、はい、まあ、ノーマルに見えて実はこれあのローダウンナックル入ってるんですよ。ああ、そうなんですね。ちょっと今はもうね販売してないんですけど、うんうん、今も結構ねみんな低い人らは欲しいっていう部品みたいで、はいはいはい、ちょっとそれが出始めの時に一番最初につけてたん で、 でスタビリンクはノーマルのまんまです。で一応ローダウンナックル入ってるんでタイロットエンドもこれですね変えてます。はい。で、まあ、フロントもネオチューン同じくネオチューンですね。前後ろですね。してます。フロントバンプは玄武さんのプロ、ちょっと硬い方、吸収性がいいやつですね。っていうよりも硬いやつですね。これでももう当たってません？そうですね、ちょっと当てんと
走られへん。あーそうそうそう。で、まあ、ちょっと低いんで止めてやらんとダメなんで、ちょっとこのこれだけじゃ止めきれなかったんで、うん、内側に玄武さんの四駆のパン。もう見えへん。見えへんですけど、ここ。なんかでもちょっと青いの見えます。若干ですね。そうなんですよ。一応ちょっとこの2個で。あ、こっち側やったら見えますね。これですね。四駆用のやつですこれ。2個かましてるところですね。はい、ただこんだけしてバンプで止めてるけど乗り心地がいいと。おお。はい。こんだけ低いのにこんなに乗り心地いいんやと。ちょっと乗ってもらった方は驚かれますね皆さん。でもこんだけ低かってね、そんなにでもめちゃめちゃ足回り変えてるってほどでもないじゃないですか。やっぱローダーのナックルがちょっと効いてるなとは思いますね。ああ、はい。普通やったらトーションバー緩めて前落とすけど、はい、トーションバーをそんなに緩めんくてもローダーのナックルでだいたい2インチ分ぐらい落ちてるんですよ。この5センチぐらいはナックルで落ちてるんで、はい、5センチ分はトーションバー緩めんくても下げれる状態。ああ、はいはいはい。でトーションバー緩めていって下げていくとどうしても乗り心地柔らかい方向に行っちゃうんですけど、うんうん、それが少ないっていうのもあるんでこの乗り心地が実現したんかなと。ああ、そうですね、はい、前はそんな感じですか。前はそうですね。でそんなに言うほどめちゃめちゃ触ってるってこともないです。ですよね。はい。なんかこれから何かつけようとかいうパーツとかあるんですか。ね、ちょっとこの間まで別の車につけてたんですけど、はい、ゲームさんのアクセルパワーブレスというこのバーですね。はい。これどこにつけようかって言ったらこの、まあ、ブロックの下のこのダウンアシストブラケットとかのに一緒にこう共締めするんですけど、でリアの補強ですね。うん。でこういう感じでつけますね。これつけることによってどういう変化って出てくるもの、ね、僕この車にも、まあ、あの一番最初1回つけてみんなで試乗したんですけど、はい、この車で一番感じたのは、まあ、前ちょっと固めになってて、まあ、後ろショップと下げてるだけなんで後ろの柔らかさっていうのがどうしてもあったんですけど、はい、このバー入れることによって後ろのなんていうのね、そういう柔らかさ乗り心地は悪くはないけど、うん、まあ、車線変更とかの時の後ろが遅れてくるような感じとかっていうのが後ろがスッとついてきてるという。ちょっとめっちゃ説明はしにくいです。でもこれ乗ってみないと正直分からないですよね。乗ってみるとちょっと分からへんのですけど、めっちゃ良かったなと思ったんですよ。はいはい。でまあまああと高速やったりとかもいろいろ乗ってみたりとかしたんですけど、高速のコーナーでの安定感とかっていうのはあるなしじゃ全然違いますね。はい。で安心感はあります、ね。ありますよね。はい。ね、そうです。な、今のとこはこれをつける。ということですね。はい。他はもうなさそうですもんね。そうですね。足回りはもうこれぐらいですね。ぐらいですね。はい。やっぱもうね、結構カスタムされてる人やったら、そうですね。全然多分これぐらいしてはってとかっていう人はいてると思います。じゃあまたその乗り心地とか気になる方は。ぜひシアレスに。そうですね、また、ね、全然言ってもらってちょっと前もって言ってもらったら、まあ、このぐらいもかも助手席あったら別に大丈夫なんで、はい、試乗もできると思うんですか。そうですね、はい、それは予約っていう形で。そうですね、予約で言ってもらったらちょっとできるようにはします。わかりました。はい、それはありがとうございます。はい、ありがとうございます。